皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はドイツのデュッセルドルフにあるクラシックリマイズっていう施設に来てます。これ実は前回のドイツ出張編でもご紹介させていただいたんですけども、今回改めてちょっと内部潜入したいと思います。入ってる車も多分いろいろ変わってると思いますし、あとは今回ちょっと僕あんまり喋らないんで、知識がないんで喋れないんで、なんとなく皆さんにこの雰囲気が伝わればいいんじゃないかなと思います。でこれちょっと概要だけ先にお話しさせていただくと、こちら元電車の操車場、要はこう入れといてください、はい、これ電車庫集まって、そこを改装した建物になります。でこれなかなか同じ仕様の建物が日本にないんでちょっと説明しにくいんですけど、まあ、車のいろんな施設が入った複合施設になります、まあ、メインは外側の契約駐車場、そして内側にはお客様からお預かりした車っていう風に聞いてるんですけど、一応委託販売の車で、それにくっついてくる形で、まあ、いろんな車の磨き屋さんだったりだとか、修理の施設だったりだとか、あとはそのファイナンスの会社だったりだとか、あとはご飯を食べるとこなんかもついてる、本当に車好きだったら一日楽しめるような施設になります。で今回ちょっとなるべく雰囲気を皆さんにお伝えしたいと思いますので、ちょっと駐車場から中までなるべくノーカットでお届けしたいと思います。行ってみましょう。でちょっと駐車場は今回土曜日なんですけど、前回平日と違ってかなり車もいろいろ来てて、ウルスが止まったりとか、あとはこの辺はその契約駐車場に止める車なんかわかんないですけど、空冷のターボだったりとか、あとこんなのもさっきこれ走ってたんですよね、こんなのが止まったりで、 H っていうのがヘリテージ、要はあのクラシック認定らしいです、ドイツの。なんでまあなんか2種類あるらしいんですけど、まあ、それにもう認定されてるみたいで、まあ、一応 H のナンバープレートになってる。でウルスが止まったり、奥ディフェンダーが止まったり、新しいのから古いのとか、もうなんか車が好きな人が本当に集まって、まあ、車を見に来るのでもいいし、まあ、施設利用するのでもいいし、ご飯食べるのでもいいと。僕らはもうこれ半日どころか1日丸1日入れるなと、そんな感じです。で今回こちら側は一応バイクの、まあ、販売店なのかな、で多分古いバイクなんかもいろいろ止まってると思うんですけど、こんな感じになってて、まあ、こっち側が一応車のメインの施設になってます。で前回と違って入り口ご飯が食べれるようになって、まあ、ここに入ってくる車を見れたりとか、あとはその契約駐車場の車の出し入れを見れたりとか、でなんとなくちょっと雰囲気伝われば嬉しいんですけど、まあ、年配の方から若い方から本当に老若男女、まあ、いろんな方がいらっしゃってる。で結構あのさっきのポルシェの古いやつがエンジンかけてドランって通ってったら、やっぱりみんな振り返って本当に車の好きな人がもう集まってるっていう、そんな感じです。そしてちなみにこれ入場も全部無料でございます。そして中に入るとこのガラスのショーケースに入ってる車が契約駐車場になってるみたいなので、まあ、ここに契約されてる方の車がいろいろ止まってる感じです。でこれ例えば休日とかに別の車で乗りに来て、まあ、乗り換えて、まあ、ドライブに行くという、そういう使い方がメインみたいです。でこっち側、まあ、操車場なんで、まあ、円形半円の建物になってて、上側が、まあ、車のいろんな施設と、まあ、下側もそうですね、いろいろ入ってる。で実はあの余談なんですけど、もう予習しちゃって2階にはいろいろ施設が増えてた。そしてこちらご覧ください、この圧巻の光景すごい。もうスーパーカーからクラシックから、もうとにかくレアな車、希少な車がもう所狭しと並べられていると。であの解説はもちろんできないんで、まあ、ちょっとコメント少なめでいきたいと思います。なんとなくこの皆さん雰囲気を感じ取っていただいて、まあ、コメントなんかいただけるとありがたいです。すごいね、その前後で違うフロントで一緒に、これ多分販売じゃなくてもう完全な展示だと思うんですけど、で外側のこの車たちは全部プライスがついてて、まあアスクだったりこちらのように値段がついてたりとか、でも本当にいろんな車あるんですけど、車によってはおそらく本当に柵があって、通常見るような車がこうやって柵もなく本当に近くで見られるような、この辺のアストンのレアなやつ、もうコンディションもすごく良かったり、まあ、よく見ると悪かったり、もう僕らボンドボディの仕事をちょっと見ちゃってるんで、
ここ直してあるとかって余計なことがちょっと見えちゃったりするんですけど、いろんなこんなレアな車が、カレラ GT もあったりとか、いや、福さんのターボ、GT2、東京店で最近ご紹介させていただいたのの、まあ、ベースというか、本物っていう感じですね。これもだからなかなか見る機会ないよね、こんなのね。でこれが間近で見れると、であわよくば買えると、でこの広さというか、なんとなくスケール感が伝われば嬉しいです。で以前来た時はこの中でも、今日ちょっとやってないみたいなんですけど、お茶ができたりとかご飯が食べてたりできるみたいな、ね、上で1日いられるよね、これ入れますね。本当に古いのから新しいのからハイパーカーまで、でこういうやっぱり古い車見ると、なんかそのボディのプレスラインだったりシルエットだったり、例えばこのエンブレム、僕あの知識がなかったんで、まあ、最近のアストンでなんでボンネットにエンブレムついてるのかなと思ったら、まあ、こういう古いのからの流れだったり、まあ、車のそのなんか歴史というか流れが感じられる。この辺の SL なんかもなんとなくこのシルエットグリルとか、これ車好きだったらめちゃくちゃ楽しい施設じゃないかな。でこの辺のクーラーは嬉しさに、ここから先あんまり喋れないですああ大丈夫かな、ちなみにプライスがついてて4億円ぐらい。でももちろん触ってはダメなんですけど、まあ、写真撮ったりだとか、まあ、近くを見たりとか、本当に本来だとお金払って見るような車になってくると思うんですけど、まあ、この辺が無料で全部見れる177 77。これはねちょっと本当に日本でこういう施設僕欲しいなって思うぐらい、あったら行ってみたいなって思うぐらいすごく雰囲気が良くって、これ絶対いいねって思ってくれる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、こんな感じでラフェラーリが間近で見れたりとか、で奥にはその委託販売会社ですかね、ブラティケっていうのかな、こんな感じでもう本当に所狭しといろんな車が入ってます。72もね、これ実は僕1回だけ日本で見たことあるんですけど、こんなのこれもプライスついてて、まあ、1億円ちょっとぐらいです。これねこれ本当に日本だったらにあったら週1ぐらいで通っちゃうぐらいの勢いの出たアルピーヌ。これもね、だからなんかちょっと感じるんだよね。今のその流れとシルエット。ちなみにこれは、1.3 倍なんで、700万円弱ぐらいかな。でまあコンディションもまあ車はバラバラなんですけど、もう本当にこう、まあ、年式の割にはまあまあ綺麗だよねっていう車から、本当にフルレストアされたもうピッカピカの車までいろんな車が展示されてます。あっちも建物の広さ的にはどのぐらいって言えばいいのかな、結構な本当に施設、もちろんその ドームとかそれほどではないんですけど本当に広い。僕写すとお前見たいんやないって言われるんで車本当にお願いします。こっちもアルビアの Z8 ロードスター。これは4000万円ぐらいです。
S3R カーボンセラミック。あ、これ深緑なんだ。しかもメタリックちょっと入ってんのかな。で、こっち側には他にもで、ツイッターで僕つぶやいたらコメントいただいて、僕全然知識がないんで紹介できないんですけど、ゴルフのラリー、ゴルフ2なのかな、これもなんかブリスターフェンダーになってる、めちゃくちゃ珍しい車じゃないよ。これがあっちだから、これも700万円ぐらい、こんなのがあって、あとは僕的にはちょっとカメラで撮っておいていただきたいのはこちら。あれ、なんでこんなに高級車が止まってるところにいきなりトラクターが。そうなんです、ランボルギーニのトラクター。そしてこちら回ってみてください、なんとソールドアウトということで、これもね、これをちょっとあの神宮前に乗っていたいです僕は。どこ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 っつってアベンタの隣に止めて、いや僕もランボルギーニ乗ってるんですよって。こんな感じで本当に一台一台がもうレアな車、所狭しと並んでる感じです。なかなか多分日本だとこうやってクラシックな車とかっていうのが集合して見れて買えるっていう施設は多分ないと思うんですよ。でまあ車屋さんで何台か所有しててっていうのはあると思うんですけど、なかなかこう一堂に集合するっていう施設が多分ないと思うので、かなり見応えがある感じです。ディアブロもグリデースカーかな、もうすごいねこれ。これ Z のライトじゃないんだよね。そうっすね。あ、これ何、こっからエアが入って中に入るようになってんのこれって。マラネロが、マラネロ言えません。やっぱり何度見てもすごい。そしてこちらご覧ください。これが、まあ、改装前というかの状態みたいです。まあ操車場でこんな感じで合ってる、操車場で機関車トーマスで。ああそうだね、そうだね、そうだ、集合するとで、まあ、この辺のネオクラ的なこんな車もあったり、これもシュニッツァーのコンクリートになってる、ホイールもエアロも全部いい、ね、電話がついてる。そしてもう一回ちょっとこっち行きましょう。この名前でキューブがあるのはこれなんだかちょっと僕わかんないんですけど、まあ、サービスの会社かな、まあ、修理だったり、あとその磨きの会社だったりとか、あと修理の会社だったり、こんな感じでなんかすごく楽しくなんかカー用品店に行けるっていう感じで、入り口、まあ、ちょっと通り過ぎちゃいましたけどアパレルが売ってたりだとか、でこちら側には、まあ、契約駐車場の、これ前回2年半前に来た時に見た車と変わってたり変わってなかったりで、上にはハイパーカーの具合とかバイキンマン、こっちはアストンザハート、僕も全然詳しくないです。この辺詳しい方いたらコメントいただけると助かります。で SLS のトラックシリーズとか、これさっきもちょっと下見でカメラマンと盛り上がっちゃいましたけど、これ多分シトロエンのハイドロのやつや。これエンジンかける車庫上がるのかな、じゃないですか、ね、だってナンバーこれ中にしまってあるから、大体これナンバーどうやって変えるんですか。でもしかしたらここでお茶してたりとか、まあ、車見に来たら、まあ、たまたまオーナーさんが来て、まあ、乗り換えが見られたりするかもしれない。車好きな人が一度集まれる施設、そんな感じです。こんな感じでレストアする会社が入ってたり、ここ割れてるじゃん。
ボンドがちょっと入るしかないから、社長お願いします。新しいんだよ、確か。そうなんですか、確か。で、割と最近のこの辺のフェラーリ。M1 ってこんなお尻大きいんだ。M1 の中なかった。これ特別なやつだったんですよね。そうなんだ。本当にさっきもカメラマンと言ってたんですけど、もう一回見て、お茶して、お茶しながら見た車を調べて、でもう一回回れるという、まあ、最低2回は回ります。ちなみに僕とカメラマンだったら1日いられます。ちょうど整備の車、さっきどこだっけ、ベントレーが中で整備途中じゃないのかな、結構いろいろ入ってたんです。すごく雰囲気がいいんですよね。ちょっとまた博物館と違うし、これ前回来た時の体験かな、ワーゲンで行くとしたこれもでもずっと置きっぱなしじゃないの、ちょっと持ってる車綺麗ですか、これやばいね。これジェームス・ディーンが乗ってたやつですよ。あ、そうなんだ。多分これあれじゃん、これして乗るやつ。これもうランチやのなんだかわかんないですよ、教えてください。で結構ドイツ今回来て驚いたのは、結構アメ車の古いのなんかも走ってて、マスタングのこの辺なんかもやっぱり入ってたりとか。そう、そしてこちらアパレルが販売されてる、もちろん車関係のアパレル。さっきちょっと一歩間違えてポルシェの T シャツ買おうかなと思っちゃったんですけど、ちょっとせっかくなんで上もちょっと見てみましょう。ここちょっと出店した方がいいんじゃない今回、やっぱり。でこんな感じに上の車もしっかり見れる。で前回来た時なかったんですけど、今回来たらこのレーシングシミュレーター屋さんが、これどんくらい ?30 分ぐらいなって思った、4時くらい40分。さっきカメラマンがホッケンハイム爆走してましたけど、こんなのが体験できるんですか。ちなみに15分2000円ぐらいか、26円2600円ぐらいか。あ、ちなみにこれ金額聞いたら550万ぐらい、もうちょっとだけ550万ぐらい、あ、違う、450万、4万5000ユーロか、あ、だから500万ちょっとかぐらい。これなんか調べたらなんかドイツのメーカーなんですけど、なんか再現度 90% から 80% ぐらい、プロドライバーも、まあ、練習に使ってるぐらいのすごいシミュレーターが体験できるみたいです。あ、そう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 。で、こっちはすごくないこれ、深緑の81になって、奥に 911R が入ってて、で、こっちはもうなんだかわかんない、シージのなんかレーシング仕様のやつ。こ
この辺がちょっと出てくるところも見てみたいよ。こっちは 4C の屋根開きが入ってた。ここに席が欲しい席が欲しいです。C パフォーマンスの喋りがうぜえっていう人はあのちょっとボリュームオフにしまって別の音楽なんけ音楽かけて見てください。これちょっとこういうコンディションちょっとこう塗装割れさえて、まあ、何でもかんでもこうすごい新車のコンディションっていうわけじゃないんですけど、まあ、レストアしているものだったら例えば何年にレストアしましたよっていう 表示があったりとか。これ欲しいですね。これいいね。これちなみに6万7500ユーロだから皆さん死に入りました。900万円ぐらいですか。多分日本に持ってくるとなるといろいろその船代とかガスとかいろいろ必要になると思うんで、まあ金額的にはこれより全然上になっちゃうと思うんですけど、20万キロ走って2000、そうだね、2011年にレストアって書いてあるんだ。本当だ。モータースポーツゲームベーハーで下からだと見えなかったあの辺の車なんか。であの施設の駐車場自体もその建物の外周こう囲うようにあるんですけど、やっぱり車好きな方がたくさんいらっしゃってるんで、まあ、そこの駐車場だけでも結構見応えあるぐらいいろんな車が止まってます。カレラ GT が待ってたり、さすがにねこの辺は触ったりとかっていうのはできないんですけど、もう見れるだけでもなかなかこれだけ見れるっていうのはないんで。さんがいらっしゃってる。吉岡雄介さんとツッチーパフォーマンスって書いてくる。あーでも日本人の方やっぱりいらっしゃってるのかな。これ来た人が勝手に書いてよかったのかな。ちょっと分かんないです。そしてこんな感じで、これはねいやすごい。ちょっとでもあれだね、パガーニはこの中でもちょっとあの異彩放ってるね、はい、ちょっと別格な雰囲気が。さあそしてその奥で、まあ、大体全部見ていただいた感じになるんじゃないかなと思います。というわけでもう完全にあのボンドチャンネルどうこうっていう動画じゃなかったんですけれども、まあ、こんな施設がありますよっていう紹介になります。まあ基本的にはこの辺の車もし販売されているものであればあのボンドグループで並行輸入なんてこともできますので、もし気になる方がいらっしゃったら、各支店ご相談いただけるといいんじゃないかなと思います。というわけでドイツの旅はまだまだ続きます。ご視聴ありがとうございました。